はい、今日はですね、J リーグ鹿島アントラーズ対横浜 F マリノスの試合が行われまして、3対2で、鹿島アントラーズが快勝いたしました。はい、いやー、大一番だったので、まあ、絶対にね、勝ち点3が必要なゲームだったんですけれども、本当にこう選手たちがね、よく戦ってくれたなというふうに思います。正直最初の、15分、20分ぐらい、まあ、前半のは町田戦を見てるような感じで、自分たちのね、ビルドアップからパスを奪われて、そこからピンチを招いて、まあ、実際そこからね、失点にもつながりましたし、なかなか攻撃もね、うまくいかないというところで、ちょっと嫌なね、空気感はあったんですけど、まあ、そこからうまくね、後半、立て直してくれて、まあ、前半のね、終わりぐらいから鹿島もね、ペースを握れるようになったので、うまくそこから立て直してくれたなというふうに思いますし、何よりね、やっぱしエース、鈴木優磨選手がね、かなり気持ち入ってましたから、鈴木優磨選手の同点ゴールがね、チームにさらに勢いをね、生んだと思います。でそこからね、野野選手、上関川選手ということでね、マリノスを突き放して、しっかりとね、勝利ができましたから、非常に大きな勝ち点3となりました。今日ね、町田が負けましたんで、勝ち点が並んだというところになりますから、まあ、鹿島としては連勝も伸ばすことができましたし、結果もついてきましたから、本当に最高なゲーム雰囲気になったんじゃないかなというふうに思います。であと知念選手がね、かなり、ボランチのところでね、ボールを刈り取ってくれてましたから、かなり効いてたなというふうに思いますし、まあ、知念選手だけじゃなくてね、今日は全員がね、ファイトして、このゲームに勝つんだって気持ちがすごくね、伝わってきましたから、まあ、失点してちょっと嫌な雰囲気もあったんですけど、まあ、そこからね、しっかりと巻き返してくれたなというふうには思います。はい。いや、本当にとにかく良かったです。この大一番勝ったこと、本当大きいですね、この勝利は。まあ、このままね、勢いに乗って、どんどんね、勝ち進めて、早くね、首位の座をね、奪いたいなというところではあると思います。はい、いやー、よかったですね。まあ、とにかく、今日はね、喜びながらもまだね、シーズン長いですから、まあ、しっかり次のゲームに向けてね、準備をして、また勝利をね、してほしいなというふうに思います。まあ、今日はね、こんなところでちょっと短いですが終わりたいと思います。